皆さんこんにちは、しほです。今日はとある日の朝の様子を動画にしてみました。この日は午後に打ち合わせがあった日で、それ以外は割とのんびり過ごした日なので少しまったりですが、今の私を記録しておこうと思って撮影しました。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。朝のスキンケアをします。洗顔料はこちらオルビス U ウォッシュです。最近使っていた洗顔料を使い切ってしまったので、こちらの洗顔料を最近使い始めました。朝でも寝ている間の皮脂分泌やほこりや汚れなどが顔に付着していることもあるので、優しく洗い流していきます。泡をのせ、 T ゾーン、小鼻周りは汚れが特に溜まりやすくなるのでくるくると洗っていきます。洗顔が終わったら化粧水、保湿液で仕上げます。オルビス U ローションとオルビス U モイスチャーです。とってもとろみのあるテクスチャーなのに、肌にのせるとスーッと馴染んでくれるので、すごく不思議な感覚になります。たくさんの量を使わなくても保湿力を感じるのもすごくいいなと思っているポイントです。ローションを適量手に取って広げて肌の奥に入れ込む感じで優しくハンドプレスします。目周りは特に擦らないように優しく。最後にしっかり手で包み込み、浸透を高めます。そしてオルビス U モイスチャーです。ローションをしたらすぐに適量手に取り、手のひら全体に広げます。顔全体に優しくハンドプレスして保湿液をなじませていきます。ローション同様に目周りはこそらず優しくのせます。妊娠前に比べむくみやすくなったので、目周りやフェイスラインも軽くマッサージしておきます。どの商品も無香料で肌に必要な成分のみを配合しているので、肌に変化が出やすい敏感な時期でも使いやすいと思います。3ステップというシンプルケアですが、くすみ、張り低下、乾燥などいわゆる初期エイジングケア向きな成分がたっぷり入っているので、無理なく続けられると思います。
はい、こんな感じで今日のメイクが完成しました。今日は秋っぽくオレンジブラウン系、結構ブラウン強めでメイクを仕上げてみました。今日使ったねスキンケアがしっかりね肌に浸透しているので、ベタベタしたりメイクの邪魔をしないので、朝はもちろん夜も使いやすいスキンケアになっているなと思っています。私は今のこのスキンケアで1日ねこう家で作業したりとか過ごしていて乾燥するなっていうのは今のところは感じていないんですが、これから冬にかけてどんどん乾燥がひどくなってくると思います。でこちらの私が朝使ったローションは化粧直しにも使えるみたいなので、これからお家で仕事をしたりとかして気になった時には化粧水をね肌にのせて保湿していきたいなと思っています。ではちょっと一回着替えてきます。はい、ということで今回はちょっと今日はゆったりめだったんですが、最近の私の朝の様子を動画にしました。最後に今回使ったスキンケアについてご紹介させてください。オルビス U ウォッシュローションモイスチャーです。体や肌が変化する妊娠中にも使いやすいですし、特に無香料であるのがつわりの時のような匂いにねすごく敏感な時期にも安心して手に取りやすい商品だなと思いました。私自身今はもう妊娠後期でだいぶ自分の体の変化にも慣れてきましたし、つわりもね収まっているので、もういろんなねスキンケアをねまた楽しめるようになっているんですが、特に妊娠初期は自分の体の変化に驚いたのと、ちょっとこうどうしたらいいんだろうっていう不安だったりもすごく大きかったので、安心してね使えるっていうのはすごくね嬉しいポイントだなと思って今回共有させていただきました。シンプルな工程なので妊娠中の無理をしたくない時期にも使いやすいですし、そのシンプルさが肌に与えすぎず肌本来の力を引き出してくれるので二度嬉しいなと思いました。エイジングケアができるのも産後のバタつきそうな日々にも嬉しいなと思います。初回セットがとっても豪華なのでぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。